ミンガラバー皆さん、こんにちは。和京のアレンです。アレン、今こちらの前回訪れたあのシティマート、また同じシティマートに来ています。というのもですね、昨日 の、 あのミャンマーでの報道で、ついにミャンマーにもコロナの感染者が2名出たという報道がありました。その報道を受けて、あのもう一度シティマートの方に来てみたので、中の様子を伺ってみたいなと思います。こちらがまず玄関となっております。こちらどこのデパートでも同じなんですが、おでこの方にこのマシンを当てて計測しています。手詰まり、このおでこに当てるマシンで、もしも熱を感じる、熱があって37度とか38度とか、そういったの熱があれば、すぐにもう病院に送られるか、あのまず 中に入れてもらえないという状況です。はい、でこちらが今シティマートの中の様子なんですが、見てください。前回アレンが動画で共有したパンデミック宣言の後よりも買い出しが続いている状況です。こちら見てください。もうすっごいいろんな人で混んでます。商品は未だにあるものも、もうどん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 また買い出しが始まりましたね。特にミャンマーでもトイレットペーパーはあるという話だったんですけど、こういった女性関係のものも減ってますね、前回よりも。こんな夜中から夜から買い出しが続き、皆さんまた買いだめをしにやってきた感じですね。見てください、もう人人人って感じです。特にお米がないですね。お米、油、やっぱり必要なものを皆さん買い揃えてる感じです。特に油ですね。見てください、レジももう一レジ全部レジ混んでますね。はい、調味料もどんどんなくなってます。こちらも人がいっぱいでもう通れなくなってしまったって感じですね。はい、すごい買い出し、トイレットペーパーはやっぱり皆さん買い出しに来て買いだめしてますね。納品もこんな感じでもう散らばっています。なんか皆さんやっぱり新鮮なものはやっぱりなかなか持たないので、こういったインスタントとかそういったものをストックし始めてますね。はい、こちらが今現在のシティマートの様子でした。これからもコロナ関係の動画はすぐに上げていけようと思いますので、皆様これからも動画の確認よろしくお願いします。概要欄にブログのことだったりとか、Facebook、Instagram のアカウント載せてますので、これからもよろしくお願いします。ではこちらで失礼します。